塩海大きくて優しい目、海とか綺麗とかそういう感じ昔食べてた竜田揚げだよそうかベーコンだよやっぱし雄大でうーんすごく自然平和とかそういうイメージですか。日本が南極で撮ってるってことも知らなかったし知らなかった。保護区で撮ったらダメなんじゃないんですかってことはダメなんじゃないですか、はい、あじゃあ調査だったらいいんじゃないですか。だから金儲けとかだったらやっぱこうまずいかなみたいな。日本全体的にクジラを必要としてるかって言ったら必要とはしてないと思うんですよ。なのに必要以上に過剰に取る必要はないと思うんで、そこは決められた範囲の中でみんながルールを守っていけばいいんじゃないかなと思いますけど。